チーム名と名前をキャプテン教えてください。はい、ウマカワボーイズ主将名取裕人です。はい、チームの特徴を教えてください。はい、エースの看病を中心に少ないチャンスをものにし、守備でしっかり守り抜く野球をしています。あ、今守備と出たんですけど、じゃあ攻撃型か守備型かというと守備型なんですね。はい、はい、分かりました。キャプテンから見てこのチームの注目選手を教えてください。はい、神戸です。どんなところが？体も大きいですし、パンチ力、球速もチーム一だと思っています。神戸君、手を挙げてください。はい。今シーズンはどんな活躍を自分の中でイメージしてますか？先発ピッチャーとしてできるだけ7回まで0点で抑えるようなピッチャーになりたいです。神戸君から見てライバルチームというか、ここには負けたくないなという相手を教えてください。札幌手稲ボーイズです。どうしてですか？春季大会で準決勝で負けているので、今年は勝ちたいです。またキャプテンにちょっと戻したいと思います。はい、2年生以下で、はい、注目選手を教えてください。三浦です。三浦君。はい、三浦君、手を挙げてください。はい、どんなところか？やっぱり3年生にも劣らないすごいピッチングをしてくれますし、守備でもとても安定したスローイングを見せてくれます。はい、そんな三浦君ですけども、今シーズンの活躍を力強く語ってください。はい、3年生に負けないぐらいしっかり打撃でも打って、守備でもしっかり貢献していきたいと思います。はい、ではキャプテン、はい、今シーズンに向けた意気込みをまた力強くお願いします。はい、全道一になって全国大会でもしっかり勝てるチームになります。全体勝つぞ。